事務所敷地内の木材岡崎森林組合は、愛知県岡崎市妙見町に事務所を置く日本の森林組合。岡崎市の森林地域23,325ヘクタールを管轄する。現在、面積の90%以上を森林が占める旧、ぬかた町、宮崎地区であるが、明治中期までは至るところ萩山であった。毎年早春、牛馬の飼料や肥料を取るために、 村中総でで山焼きを行ってきたためであった。山焼きは周囲の私有林にまで燃え移ることが多く、そのため私有林の多くも雑木林になっていた。1889年に宮崎村初代村長となった山本元吉は村の発展は一えに植林によるものと考え、1895年に山焼きの廃止を実現。また、同年、 将来50年間にわたり毎年7万本以上の杉拳の木を植えることや1000本以上を植林すれば10円を補助することなどを定めた宮崎村共有林保護規則を策定した。その後9年間で36万本が植林されたという。1910年、山本は愛知県の指導のもと村林での30年以上にわたる植林や 豪華線設置計画などを定めた宮崎村有林事業計画書を発行した。同計画書は名古屋市で開かれた博覧会第10回関西府県連合共進会で一等賞に輝き山本の実績は広く知られるところとなった。1921年旧河原の村地域において山本元吉を中心に75名でもって河原の土工森林組合が設立される。 1934年に宮崎地区で中部土工森林組合が設立され、1941年には河原と中部が合併し、宮崎村森林組合となった。1962年、旧京矢村と旧下山村では、それぞれの組合が合併し、ぬかた北部森林組合となった。百七十五年三月十五日、上記、宮崎、ぬかた北部と、 豊富森林組合の三つの組合が合併してついに、ぬかた町森林組合が誕生した。九百五十六年九月三十日の四村、合併以来十九年間も、森林組合の統一が果たされなかったのは、組合間の規模の差と体質の差があったからと言われている。組合員所有の森林面積は、ほぼ同じであったが、活動内容においては、宮崎と他の二組合との間に、 大きな差があった。合併前年の出資金額は、宮崎さん三百十二万九千円に対し、ぬかた北部百五十万円、豊富百三十七万六千円であった。また、宮崎は独自の製材工場を持ち十名の常勤職員と作業班を組織して活動していたが、だのに組合は、職員二名で植林用手病圧線や造林補助金の申請事務が主な仕事であった。 資産の面でも、宮崎の二千数百万円に対し、ぬかた北部と豊富は、それぞれ百万円ほどであった。同年6月、森林組合の合併に伴って、町ごとの林業クラブも一つになり、ぬかた林業クラブが設立された。林業を基幹産業として、順調に発展していくが、1964年に、木材の輸入が全面自由化されて、以降、とりわけ、 宮崎地区は収入が激減した。なお、ぬかた林業クラブは2017年2月27日、平成28度全国林業、グループコンクールにおいて、林野町長官賞を受賞している。2006年1月1日、岡崎市は、ぬかた町を編入。これを受けて、ぬかた町森林組合と、岡崎市森林組合の両組合は2008年6月6日に、 合併予備契約を結んだ。この予備契約において、組合員1228名を要する岡崎市、森林組合は解散し、組合員1526名の、ぬかた町森林組合に吸収合併されることが、確認された。事務所は、病研町のぬかた町森林組合におき、新理事13名のうち6割程度は、ぬかたから選出されることも定められた。 同年10月1日、岡崎森林組合が発足。初代代表理事組合長には、ぬかた町森林組合長の平松重が就任した。組合委員は3,401名。管理する23,325ヘクタールの森林のうち、組合委員の所有は16,803ヘクタール。出資額1億4、221万1、0円でスタートした。 2014年6月28日、岡崎市の元助役の牧光也が代表理事組合長に就任した。2006年1月1日のぬかた町との合併により、岡崎市の総面積38,724ヘクタールに、大使総森林面積は23,325ヘクタールとなった。森林面積は地域の約60%を占める。その内訳は、 国有林は405ヘクタール、民有林が22,920ヘクタールである。矢作川流域の一帯は明治から昭和初期にかけて多くが萩山であった。しかし戦後、特に、ぬかた地区の本宮山周辺や宮崎地区で植林が進み、林業が盛んに行われてきた。2015年時点の人口林率は58.5%で、ある。 人工林の内訳は、杉が2323 23ヘクタール、ヒノキが8394ヘクタール、松類が2640ヘクタールである。ヒノキの植林地が多いことが特徴として挙げられる。2015年、森林再生と地域振興を目指す木の駅プロジェクトが、岡崎市でも開始されることとなった。同年五月十五日、ぬかたきの駅プロジェクトの開駅式が、 同志桜形町で開かれた。同プロジェクトは全国約70カ所で実施されており、初年度の出荷量は100トンに満たないところが多いが、ぬかた地区においては、その初年度840トンを出荷した。ありがとうございます。